ちは。まあまあこれも10回目になっちゃいまして、もうそろそろネタ尽きたかなというふうな感じがしてるんですが、まあとりあえず今日は、今日強弱の音ということで、で実は僕はもともとフルートをやって、でそれ以外に少年合唱団の指揮者を7、8年かなやってたりしたこともあって、それからまあ吹奏楽の指揮をしたりしたこともあって、でまあいろいろそうやって音楽、ね、に関わってたんですが、この強弱のことっていうのはなんかすごいこうなんていうかな、なんかいつもこうこんなんでええかなと思いながらやってたりしてたんですね。なんか今日はそのオカリナ自体でその強弱がどうこうということよりも、その音楽一般的な話の中での強弱っていうことについて、ちょっと僕なりの考えを、もう人の他の人とのあれは一切関係なく、人それぞれ考えがあったらいいと思うんで、私の考えをね、お話しすることを主にしたいと思います。で楽譜によくピアノとかフォルテとかね、書いてありますよね、クレッシェンドとか。でそれを例えば小学校や中学校のその教科書で調べてみたら、もうね、皆さんご存知のフォルテ強く、ピアノ弱く、それからメゾフォルテ、昔はやや強くって言ってたけど、最近は教科書では少し強くっていうのかな、ね、メゾピアノ少し弱くとかね。でフォルテが2つ並んでたらフォルティッシモで極強くとかね、ピアノが2つ並んでたらピアニッシモで極弱くとかね。少し弱くとごく弱くと普通の弱くて、まあなんか分かりにくいんですよね、すごいね。でから例えばフォルテが3つ並んでたらフォルテシシモ、ごくごく、この間ネットで調べたらごくごく強く、4つ並んだらごくごくごく強く、5つ並んだらごくごくごく強くってね。フォルテが5つも4つも5つも並ぶような楽譜はオカリナにはもちろん絶対出てきないですが、オーケストラのね、曲には4つ、5つぐらいまでは出てくるかな、ね。で、何が一番言いたいかというと、ね、その強弱の記号っていうのは、音の強さを表す、なんていうの、デシベルっていうのかな、とか、何本とかありましたよね。で、そういうね、数値でこう、表せるようなものではないと思うんですよ。だから僕が例えば一番よく感じてたのは、合唱の指揮をするときにね、楽譜に当然フォルテとかピアノとか書いてありますよね。でするとね、その合唱のメンバーの人が、それは大人やったり子供やったり、まあいろいろやけども、ここをフォルテって書いてあるからもっと強く歌わなあかんのちゃいますかとか、ここピアノって書いてあるからもっと弱く歌わなあかんのちゃいますかっていう人いはるんですよ。で僕ね、フルーティーやってた時からその強弱についてはね、言い方すごい大雑把で雑でよくないんだけど、あんまり気にしてなかったんですよ、まあ簡単に言うと。でそれよりも自分のそのメロディー、自分がそのメロディーを吹いた時のその感情というか感覚というかね、それでやってたから、時々自分がフルート吹いてた時も、その吹いてる曲を適当な強弱で吹いてたもんやから、ふっと楽譜を見た時に、あ、ここピアノなんかと思うことはよくあったんですよ。でもそういうことはあんまり気にしてなかったんですね。で、そういうと作曲家の人には大変申し訳ないですが、でも実際そうやったんですよ。で、そうやってその今度自分が指揮者みたいな立場でそのやってる時に、先生ここフォルテで歌わなあかんの、フォルテって書いてありますよって言われた時に、僕よく言い返してたんです。なんて言い返してたかというと、そこあなたは強く吹きたい、強く歌いたいですかってね。逆にピアノの時はここもっとピアノ弱くせなあかんのちゃいますかって言われた時に、そこ弱く吹きたいですか、弱く歌いたいですかって返してたんですよ。でこれって僕ね、強弱の話ですごい大事なことやと思ってね。で子供ら相手にはね、よく分かりやすくその辺の話をするために、例えばラジオでも、テレビがいいかな、テレビのニュースかなんかでアナウンサーの人が原稿を読んではるでしょ。でそれを声がちっちゃかったらボリュームを大きくしたら大きく聞こえますよね。逆にボリュームを絞ったら小さく聞こえますよね。でもそれは
音量だけの声の音量やね、だけの話であって、その例えばそれをテレビを見ててその人が喋った反応を見ながらボリュームを上げていったとしても、その人の表情が何にも変わらへんでしょ。強く声がガンガン大きくなってきたのに、ちっちゃい音で聞いてる時と同じ表情で喋ってはりますよね。テレビやから当たり前ですよね。ボリュームでこっちの都合で大きくしたりちっちゃくしてるわけやから。だからあなた大きく歌いたいですかっていうのは、そこを大きく歌いたい気持ちがあるかっていうことですよね。だからそのニュースを読んだアナウンサーの人がそこを、その文章を強調したい時は、やっぱりそれなりに表情も変わると思うんですよ。ここはちょっとこの言葉はしっかり言わなあかんなっていう時には、ちょっとそういう表情になるやろし、なんかすごいこう優しい感じのニュースの時やったら、表情も優しげに喋ることをきっとプロとしてやらはると思うね。で、それをこっちの都合で大きくしたり、ボリュームを上げたり下げたりして聞いてたら、なんか変でしょ。気持ちが伴ってへん大きい音ほどね、空虚なもんないですよね。だから合唱でよくやってる時に、声、でっかい声出さはんやけども、何にも伴ってへんから、ただうるさいだけなわけね。音量が大きいだけで。これ別に歌に限らず、どの楽器もそうやと思うけども。だから強弱は、教科書的に説明したら強くとか弱くとかいう話になるんだけども、なんかだからね、強くとか弱くというよりもね、なんかね、大きくとかね、小さくとかね、なんかあんまり意味変わらへんかもわからへんけども、でもなんかね、こう気持ちが含まれてるような、大きく歌いたいっていう気持ちが含まれてるような、そういう言い方をせえへんと、単に強く、弱く、ごく強くなんて言われたら、そんな非音楽的なね、ことになっちゃうでしょ。で、だから例えばさっきちょっと言ったけども、オーケストラの曲でも、それはベートーベンやモーツァルトの頃にフォルテが4つとか5つとか、まあ多分そんなないやと思うんだけども、近代とか現代のオーケストラの楽譜にはフォルテ3つとか4つとか5つとか出てくるわけね。で、それは例えばトランペットにフォルテが4つ書いてあったから言うて、じゃあそのフォルテ4つの時と3つの時とどれだけ違うんやって言うたら、そんなもん違い作れへんでしょ、実際。なんかメーターで測りながら、今の何デシベルやったから、今のはフォルテ3つですなんて言われて、そんなことで音楽できひんですよね。だからそのフォルテ、楽に書いてあるフォルテ4つとか5つとかいうのはもう気持ちの問題やね。もうここはなんか気が狂ったようにしっかりでっかい音で吹いてほしいと言わはったというか、作曲家が考えた時にはもう、きっと書く手も興奮しながらフォルテよりすべーって書くね。で、逆にもうほんまにもう吹いてへんような、弾いてへんような弱い音が欲しい時には、普通ピアノでも2つぐらいがせいぜいですよね、普通の音楽やったら。でもそれでは自分がここはこんなに弱くやってほしいということが伝わらへんもんやから、もう思わずフォルテ、ピアノを4つ書いたりとかね、するわけですよ、きっと。だからそれを真に受けたらダメなんです。それを単に音量の話だと思って考えたら、そんなもん演奏不可能やし、もしできるとしたらもう機械でしかできんねっていうことになりますよね。だから強弱っていうのは音量やけども、そうじゃなくて、それより先に気持ちのね、ことがあるね、いうところ。例えば吹奏楽、中学生ぐらいの吹奏楽なんかでも見てたら、指揮してはる先生がね、トランペットやら金管楽器やら打楽器が鳴ってる時にフルートの音が聞こえへん、フルートもっと吹きな大きい音で吹きなさいって言わはる人やるけど、それもとんでもない話でね、楽譜にどの部分にもどのパートにも、例えばフォルテで書いてあったって、それぞれの楽器におけるフォルテの大きさなんとか違うわけやから、それもそういうふうに一律に考えるのもおかしい。例えば吹奏楽の楽譜なんかやったら、きっとね、フルートが本当に聞こえてほしい時は、他の楽器は必ず楽器の数が減ってるとか、そういうふうにちゃんと考えられて作ってるはずやから、何が何でもフルテって書いてあったら、フルートの音でさえ他の楽器がフルテでやってる時に聞こえなあかんなんていうね、そういう発想でやったら音汚くなっちゃってね、音楽でなくなっちゃうのね。
じゃあそれをね、そのオカリナでどういうふうにやるかっていうことですよね。で、前にも言ったとは思いますが、オカリナで強弱つけることは、まあ、楽器の構造上多分不可能です、それは。ね。フルートやらトランペットやらには多分というかそれできます。でも、まあ、リコーダーとかね、オカリナとかこういう構造で作られた楽器では、普通に弱く吹いたら必ず音程は下がるし、強く吹いたら必ず音程は上がるわけ。だからその強弱つけることはそういう意味では基本的にはできない。じゃあどうするかというと、さっきどう考えたらいいかというと、さっきも言いましたよね。あなたは大きくそこ吹きたいか、弱く吹きたいか。ね。音量っていうのは音の大きさだけじゃなくて気持ちのね、問題。だから大きく吹いてるように見せるっていうことは可能かなと思うんですよ。その例えばそれは表情とか、ビブラートとか、まあ、吹いてる格好とかね、そういう音量そのものにまあ、関係ないじゃないけど、そういうところでなんか大きく吹いてる、その強く吹いてるんじゃなくて、フォルテって書いてあるから大きく吹いてあるなっていうのが聞いてる人に伝わったら一番いいかなと。で、まあ、強弱つかへんとは言うだけど、まあ、全くできんわけではないですよね。でもね、強弱つけよう思うと、やっぱりね、多少吹くのが、息をしっかり入れへんかったら、音程が低いようなね、ちょっと吹きにくい、しんどい楽器の方が、強弱は多分つけやすいです。吹いてピッとなっちゃう楽器では、もうフォルテは出えへんし、ね。で、フォルテ出えへんから、弱く吹いたら音程下がっちゃうから、もうどうにもならへん、っていうことになっちゃいますよね。だから、まあ、楽器にもよる。で、僕はじゃあどうやってるかというとね、やっぱ気持ち重視やけども、これは意味があるかどうかは自分では分からないし、それも気持ちでやってるからあれなんやけど、例えば弱く吹く時なんかは、ちょっとね、息をこう、細、なんていうの、息が、空気が通っていく、この、道筋というかな、そこをちょっと細めにするような感じで、で、ほら、なんていうのかな、ちょっとこう、体っていうか、の、な、な、喉っていうか、この辺のテンションがちょっと上向きになるような感じで、例えば合唱とか歌でこう弱い音吹いてる時、あるいは歌の時ってこうよくこう、髪の毛を上から引っ張られるような感じで歌えなんて言われますよね。ちょっとそういう感じで。これも違い分からへんかもわからんけど、普通にやったら、ね、うーってなって音程も下がる。それをちょっと、なんか目僕細いけど、目も上上がるような感じで。ていう感じね。で、逆にフォルテはどうかというと、ちょっとね、ここにも、ほっぺたの中に、口の中にね、ちょっとこう広げ気味にして、ここに空気を溜めるって言ったらオーバーやけど、普通に、じゃなくて、多分今見たはってさ、わからないと思うけど、ね、ちょっとこう、いきなり空気がスッとさっきのピアノの時に細めたっていうのは、そのまま音程下がらないようにこう細い空気を出すっていう感じですよね。で、強い音を吹く時には、ちょっとこう、なんていうのかな、こう、ため気味にしてというか、太い息を出すようなつもりで、だからちょっとこう、ほっぺた膨らませてか、喉を広げるというかね、そういう感じで吹いたら、多少はいいかもわかりません。でも当てにはできません。これも人によっていろいろ違うことを言うかもわからないですね。で、まあ、僕はだから去年、ほら、G 線上のアリアってありますよね。バッハの。よくオカリナの楽譜にも載ってるやつね。それの頭の部分をちょっと例にしてやってみようかと思うんだけど、C の音が全音符で4分の4拍子で、4拍とタイで8分音符分あるわけね。で、速さは、ラルゴって、まあ、ゆっくりですよね。これ僕、この曲があんまり自分が、曲は好きなんやけど、吹くのはすごい苦手でね、なんかこういうべったりした曲をね、立体的に聞こえさすっていうのはすごい難しいですよね。いや、この最初の C の音をこう4拍とちょっと伸ばしてる間にもう決まっちゃいますよね、その人上手いか下手かっていうの。で、よく、で、この C の音には多分ね、退屈にならへんようにやと思うんやけど、クレッシェンドが変えたりしますよね。でもこれを普通にまともにクレッシェンドやっちゃうと、ってなっちゃいますよね。
って上ずっていって音程が強くしていくと、それは絶対僕としては嫌やから、あのなんとかこう音程上ずらないで強くしているように聞こえさそうと思うのには、その最初の出だしはこう何にもせんと、まあ無表情にって言うたらんやけど細く出るんやけども、その次のミードでいくちょっと前よね、ちょっとビブラートをかけて、ビブラートをかけたことによって表情がついてクレセントしたように聞こえるっていうね、そういうとこを狙っていきたいなと思うんですね。ちょっとやってみると、最初だからビブラートかけない、途中からかけていく。で、僕基本的に強さは一切変えへんつもりでやります。すごく難しいです。だからね、こうビブラートをかけることによってそこがちょっとこう、要するにビブラートって気持ちの問題でしょ。あの前ビブラート話をちょっとしたかもわからんけど、もうわざとビブラートかける必要ないと基本的に僕は思ってるわけね。もう 歌やカラオケやったらカラオケで歌ってるうちに勝手にビブラートがついちゃうみたいな。で、勝手につくっていうのはそういう気持ちになってるからなんですよ。歌に入り込んでるというか。だからビブラートをつくのね。それが僕は本当はビブラートの理想だと思う。だからそうするとさっきも言ったように強弱も気持ちの問題。強く、ここは俺が強く吹きたい、クレジェントしたい。ね。そうすると、ビブラートとそこが、なんていうの、目的が一致するわけですよね。だからビブラートをかけるとちょっと強くしたように聞こえるんじゃないかなというふうに僕は思う。で、例えばもう一個はね、吹いてる時の姿勢というか格好というかね、最近よく歌とかでもやられる命の歌っていうのがあるよね、ありますよね。竹内真理子さんとかね、竹内何やったっけ忘れましたが、歌ってはった真中菜がやってたね、朝ドラのなんか歌でもあってこんなやつね、っていうとこね、こういう曲ね、これのサビがね、これまあサビの部分ね。で、これがね、2番の時っていうか最後にはね、2回繰り返されるわけです。今吹いた部分が。で、これ僕、自宅からやったライブ配信をこの間やった時もこの曲吹いたんですが、その2回目にソーバーバーン見て出るとこはちょっと大きくしたいなと思ったから、1回目はわざとなんか、今ちょっと変な感じでわざとらしくやりますけど、1回目ちょっとなんかこう、こそっと吹くような感じでね。で、さっき言ったようにちょっと息を細めた感じで。で、2回目はちょっとこう、堂々と、姿勢も良くして やってみると、なんか強弱ついてるように聞こえんかなと思ってね、やったんです。ちょっとやってみますね。最初弱く2回目強くという感じで、うまくできませんね。
でも気持ちとしては、もちろんそういう吹く過去だけじゃなくて、今も2回目は多少はやっぱり強くは吹きました。で、その多少強く吹いたぐらいでは聞いてる人にはなかなか伝わらへんから、さっきも言ったように、あとは見た目とかビブラートとかね、そんなんで、そのあんまり変わってへん音量の変化をこうちょっと助けるためにね、そういうビブラートとか、こう姿勢とかでこうカバーするっていうね、そういう感じでやるしかないなと。まあ、中には人によってはフォルテでもう思いっきり吹きたい時には半音ぐらい下の指を使って、それで強く吹いて半音を上げるみたいなことやってあるけど、まあそんなことはやってもあんまり仕方ないかなと思うんでね。それよりも気持ちでなんとかこう持っていけへんかなって。もうこれがそのオカリナっていうことじゃなくて、音楽の強弱に対してもすごい大事なこと。やっぱ作曲家がフォルテって書いてあるのは、強い音が欲しいっていうだけじゃなくて、そこにやっぱり自分の魂がこもってるからフォルテなわけで、それを再現できひんで、ただ単に数値的な音量だけをなんぼ正確にやっても、それはもう音楽とは言えへんしね。ということで、今日は最後にその人選上のアリアをね、もう大幅カット版で、最近あんまりちゃんと吹いてへんかったんで、吹こうかなと思う。間違うかもわかりませんが、ね、この人選上のアリアっていうのはご存知ですかね。バッハ、ヨハン・セバスチャン・バッハの管弦楽組曲っていうのがあってね、その第3番に出てくる曲です。弦楽器と、第3番は弦楽器とね、トランペットが活躍する曲で、で、その曲の何曲目かには忘れましたがね、この曲が入ってるんですよ。で、トランペットらが鳴って、すごい華やかな曲と曲の間にね、この曲があるとね、すっごい美しいんです。オカリナじゃないですよ、もちろん。メロディーを弾いてるのは弦、なんていうか弦合奏ね、弦楽合奏。もうね、すごい天国的な。この曲を吹かはる機会があったらね、これをやらはる前に、ぜひね、そのオリジナルのやつを聴いてからね、やられるのをね、おすすめします。ではちょっとということで、次回はあるかどうか分かりませんが、まだなんかアイデアが浮かばないので、なんか浮かんだらやるとは思いますが、ということで。